日経平均株価は2月22日、39,098 円68銭で取引を終え、1989年12月29日につけた終値ベースでの史上最高値、38,915 円87銭を約34年2ヶ月ぶりに更新しました。今回は最高値更新についてよくある質問と考えうる回答を Q&A 形式でまとめました。具体的な質問は、1、最高値更新の理由は何ですか？ 2、今回の株高もバブルではないですか？ 3、好況の実感がないのはなぜですか？ 4、今後も株高は続くのでしょうか？この4つです。まず1つ目の最高値更新の理由は、企業業績が回復基調にあること、資本効率改善などの企業改革が進展していること、賃金引上げの機運が高まっていること、この3点を海外投資家が高く評価し、積極的に日本株を買い進めたことが主因と考えられます。この他にも、円安や米株高、中国株からの投資マネーの流入など、追加的な好材料が重なり、日経平均は年明けから想定以上の速さで史上最高値を更新しました。次に2つ目の今回の株高もバブルではないかという点については、株価が1株当たり予想利益の何倍かを表す PER 株価収益率を見るとよくわかります。予想 PER は1989年末時点で東証一部全銘柄で 61.7 倍でしたが、2024年2月22日時点で東証プライム全銘柄で 16.5 倍です。予想 PR の妥当な水準は過去の経験から14倍から16倍と言われているため、1989年末の60倍超えはやはりバブルであり、今回はバブルではないと判断されます。また3つ目の好況の実感がないのは、一般に株価は景気循環に先んじて動く傾向があるためで、今は景気が上向いて好況を実感する前に株価が上昇している局面と考えられます。この先、企業業績の回復や企業改革の進展、賃金引上げが実現すれば、企業の稼ぐ力が一段と向上し、それによって賃上げが継続、消費や投資が増加することで、次第に好況を実感できるようになると思われます。そして4つ目の今後も株高は続くのかについては、図表1の通り、企業業績、企業改革、賃金について積極的に日本株を買っている海外投資家の期待通り改善傾向が確認されれば、日経平均の上昇基調は継続し、4万円は単なる通過点となる公算が大きいと見ています。逆にこの3点が投資家の期待に届かず失望に変わる結果となれば、日経平均の調整はかなり大きなものになる恐れがあります。つまり今後の株高の持続性は企業次第と言えます。企業改革や賃上げはここ数十年なかった動きであることを踏まえると、日経平均の史上最高値更新は日本株に構造変化が生じたためとも解釈できます。最後に足元好調な日本株について、海外の主なリスクを図表2にまとめました。仮にこれらのリスクが実現し日本株が大きく下落しても、その時点で日本株の構造変化が確かなものとなっていれば、株価は比較的短期間で持ち直すことも十分想定されます。